おじゃ、来たから食べますか。うまそうやな。うまそうやな。それ何ですか。これはルートナインバーガー。いいっすね。ね、これ。チーズが入ってるの、うん、と、ひき肉的なやつだね。いや、うまそう。ルーちゃんのベーコンエッグバーガー。あー、いえね、ベーコンと卵がうまそう。素敵。食べますか。食べますか。いただきます。はい、ありがとうございます。これは切った方がいいかな。これね、ボリューミーだからね。でかいからね、うん。切って食べる人もいるし、うん、そのまんま行く人もいるし。うん、卵が。ね、ロンギヌスの槍をこう取ってね。これは。ルークはそのまま行くもん。いただきます。よいしょ。日本に関係。うん。うま。バンズがね、またね、カリカリの。うん。いただきます。このね、この断面がやばい。やばい。ああ。いい感じでね。そう。うまっ。うん。いただきます。うん。うん。うまい。ハンバーグうまいよね。うん、あのこれぐらいボリューミーの方がね、食ったって感じですよ。高いよ。もう M さんのところはだいたいあの、うん、ビッグ M を2つ食べるとか。ビッグ M さんはね。ビッグ M さんを2つ食べるとか普通なんで。うんうん、そういうのがあって、ね、うん、卵うまこう超えればこうだな。切り方を覚えた。切り方というか、なんていうか、タマ様は切り方を覚えた。タタタタタフリプルで言うと捕まるからね。ルートバーガー、レベル2になった。ルートバーガーの、ルートナインバーガーの食べ方、レベル2になった。ふうこもでもね、さあ、ここまで食べたらもう食べれるかな。バクッと食べてる時の、ね、幸せ感は半端じゃないです。半端じゃない。ジューシー。うん。うん、食べる。ベーコンと卵ってなんでこんなに合うんだろう。ね、うまい。うん。うん。うまい。うまっ。まあ、ポテトも頼んだけど。ポテト食べる？そのセットのポテトがね、またうまいんですけどね。うまいね。来年はね、なんかちょっとあれだね、ブーちゃんとまだわかんないけど、東京行けたらいいね。うん。で、できれば寝川区が、あの、町会議とか行けたら面白いかもね。うん。ニコ生町会議。じゃ東京行ったことある？ないっすよ。あ、初？いや、修学旅行で行ったぐらい。うん。
知り合いがいる？うん、うん、はい、今んとこ、あ、でも一人いるかな、うん、でも、多分今月中に札幌に帰ってきちゃうから、うん、ああ、美味しかったごちそうさまでした。早い、ね、今気づいたんだけど、これね、うん、紙ナプキンに北海道の巻かれた、うんね、顔についてもね、気にならない、この感じがいい、うん、美味しかった。それ食べやすい、うん、ジューシー感があって、こう表がこうパリパリなこうバンズ、バンズが ね、結構ホクホクジューシーなハンバーガーみたいな、美味しい、ね。下のバンズもね、結構あの下になってるバンズもパリパリしてる、ね、これも、うん、そう、このね、ふっくら感があって、ね、うん、美味しい。肉汁に負けない感じが素敵。うん、うん、そう、めっちゃ美味しい。いや、食べ応え抜群。一個でね、これはお腹いっぱいになるんだよね。うん。うん、すごい。ごちそうさまでした。ちょっと食うかな。なんつって。いや、また来ようね。またねー。